仙台第一生命タワービルディングは仙台市都心部の東二番町通りに面して立つ超高層ビル。市民からは仙台第一生命タワービルまたはタワービルと呼ばれている。以下タワービルと記載する。タワービルは仙台市立病院跡地の再開発であり東を東二番町通り。 北を指導区画街路南58号線、西を三越通り、南を森徳横町で囲まれる区画のうち、北東と北西の角地部分を除いた区画のほとんどを占有して立つ。仙台市立病院が立つ前は仙台地裁があった。タワービル完成前の仙台市都心部にあった高層ビルは高い方から住友生命仙台ビル77銀行本店ビル。 仙台第二合同庁舎であった。ここに1985年5月、タワービルは、従来の60メートル級から20メートル以上も、高く、東北地方では最も高い90メートル級、地上21階建ての超高層ビルとして完成した。また、10年ぶりに、仙台市内の最高層ビルの地位も入れ替わったため、円高不況期だった当時において、 仙台市民から注目を集め、展望台のないオフィスビルであったにもかかわらず、タワービルの最上階には、見物客が集まった。プラザ合意後のバブル景気期になると、1987年の NHK 大がドラマ、独眼、龍馬マサムネの放送で、仙台には、観光客が大量に押し寄せ、同年7月15日に、東北発の地下鉄である。 仙台市営地下鉄南北線が開業し、大きく社会像が起きる中の1989年4月1日には、仙台市が東北初の政令指定都市となる。この政令市下に合わせて、などが立った。140メートルを超える SS30 の登場により、高層ビル東北1位の座を明け渡したが、バブルの最中のタワービルは、 最上階の会員制高級クラブをはじめとして、仙台のランドマークとなっていた。宮城県庁舎最上階から見た東ビル及びその、周辺タワービルの西側の三越通り沿いは、周辺と合わせて、東一市場と呼ばれ、百貨店の仙台三越、繁華街の一番町、及び、タワービルが建つ前に当地にあった、大規模病院の仙台市立病院に囲まれて、 発達した横丁である。現在は飲食店が多いが、踊る方のクラブが1軒、風俗店が1軒程度ある。森徳横丁沿いも現在は飲食店ビルが並んでいる。森徳横丁と広瀬通りをつなぐ部分の1.5番町は、仙台中央警察署の裏手ながら、仙台市立病院があった時代からの風俗街であったが、現在はほとんどなくなってしまった。 タワービルと森徳横町を挟んで、向かい側の東二番町との角地には、仙台中央警察署があったが、跡地に東二番町スクエアが落成した。仙台中央警察署が建っていた土地は、江戸時代に仙台範囲学校、及び青柳文庫、明治期に関立宮城外国語学校、その後は憲兵隊の在所となって、戦後に、 仙台中央警察署となった場所である。タワービルと東2番町を挟んで向かい側にはルナール仙台が立ち、東2番町スクエアと東2番町を挟んで向かい側には仙台本町三井ビルディングが立っている。ありがとうございます。